はい、わけありダイエットウォーク、マコネです。まあ、風邪気味風邪気味じゃなくて風邪だね。もう一枚羽織っとこえばよかった。寒い。だからもう、そう、ウェイトベストをしてるから、まあちょっとね、ちょっと歩き始めれば、もう体が熱くて汗かいてくるぐらいだから、まああんまり聞こうでもね、まあ帰りはね、もう天気良くて、ポカポカの陽気だと思うんだよね。だからまあ、行くときちょっと寒くても我慢しようかな。そんなわけで、今日も片道、3、40分お話しながら実験していきますが、その前に、何気にサムネとかに使ってる写真を撮るのが、まあ正直めんどくさい。そう、ね、朝の往復の間に、そう、そんなに、まあ、話しながらね、もう一台スマホ持ってきて、話しながら、まあ、写真パシャパシャ撮ってれば、まあ、そんなにめんどくさいと思うことないだろうけども、一旦ね、音声、ミュートしてから、写真撮ってまた大会するというような作業をしてるから、まあ、ぶっちゃけめんどくさい。もう別にさ、多分見てる人は、そう、いつの写真かなんて知らん、わかんないだろうから、そう、他の過去のね、写真から引っ張ってきても、多分わかんないと思うんだけど、なんとなくね、内容もリアルタイムなのに、内容はね、可能な限りリアルタイムにこだわってるのに、写真がリアルタイムじゃないのがなんか私の中で嫌で、そう、めんどくさいけど、毎日、なんとなく、写真撮りながら歩いてます。まあ、そんなわけで、まあ、風邪じゃあまあ、今日は風邪にまつわるお話をしていこうと思うんですが、まあ、私はね、基本的に薬は普段飲みません。うん。そう。病院もかかってないし、とにかく病院大嫌いだからね。そう。病院大嫌いなので、そう、具合悪くても、基本的に病院は行きません。あ、もしかしたらね、本当具合悪くなって病院に行ったら、もう手遅れですって言われるパターンかもしれないけど、そう、それからね、まあ、それでもいいやと思ってるぐらい、病院嫌いです。そう、薬も嫌い。そう。まあ多分それはね、うちの母親の影響が大きいと思うんだけど、うちの母親が看護師さんでさ、そう。なんか、看護師さんにあんまりいいイメージがないっていうか。そう。というかね、まあ、看護師さんみんなそうだとは言い切れないんだけど、そう。うん。まあ、まあ、看護師さんね、お仕事柄、やっぱりいろんな薬に詳しいよ。そう。うちもね、お母さんに何痛い、ここ痛いって言うとすぐ薬が出てきて、まあ、常備ね、ここ薬どんやかってぐらいいろんな薬が常備してあったけど、そう。まあ、それにね、疑問を感じるようになったわけよ。ある程度大人になってくると。まあ、うちの母親は、今でこそね、私ほら16時間断食やりながら、健康について勉強して、なんとかね、病院に行かなくていい生活をしてるけど、まあ、健康診断も行ってないからね。健康診断行けば、まあ、何かしらね、何かしら見っかるんじゃないかなと思ってるけど、そう。それ自体は私疑問に思ってて。そう。なんでかというとさ。まあね、政府が決めたさ、都合で、そう、健康診断をさ、40歳以上かな。確か、そう、生活習慣病の検診を必ず受けるっていうことになってて、まあ、検診を受けた結果、まあそこにね、該当するなら、まあ病院に行って治療するみたいな。そう、まあそういうことを義務づけてるわけじゃない。厚生労働省だったかな。うん。まあ、それで、行けばさ、
まあ、場合によってはね、糖尿病だったりとか、いろんな病気あると思うんだけど、まあそこでさ、結局、お金を使わせるわけよ。うん。そう。でね、食事療法とか、普段の生活で改善が見られる。むしろ、薬かなんかに頼るんじゃなくて、しっかり、食事と運動と、の中から、改善していかなきゃいけない問題なのに、薬を与えて、ね、改善を求めていくっていうような流れができてる。そう、それは本当私違和感を感じてて、そう、違和感を感じてるから、なんかね、本当に、病院の先生がどうのこうのじゃなくて、仕組み自体が、もうそういう流れになってるっていうふうに感じてるの。うん。もちろんそういう流れについ関して疑問を持ってる、看護師さんも、先生も、いっぱいいるよ。いっぱいいる。うん。いっぱいいるけど、まあね、彼らもね、みんなお仕事なんで、そう、まあお仕事はお仕事としてやってるっていう方も多いよね。うん。まあそういう中で私はすごく、なんかそこに違和感を感じてて、そう、薬漬けの中で、別に、長く生きたいとは思ってないし、そう、もうね、ほんと、私はさ、今48だけど、そう、11月で49かな。うん、44、もうすぐ50だけどさ、もうね、話を聞いてみると、同級生ぐらいでも、いろんな薬飲んでるっていう人は結構いるよ。確かにね、日本は、まあ、医療制度が整ってて、まあ、海外に比べればさ、安く、薬を買うことができるし、安く治療も受けることができる。うん。それは多分、先進国に限らず、まあ、世界中見渡しても、まあ、かなり稀な方なんじゃないだろうかね。そう。まあ、石油とかの産出国が今どうなってるかわかんないけどさ。うん。そう。だから、まあ、病気になればね、誰でもポッて、病院に行って、そう、見てもらえるっていう仕組みができてる。それはまあ、悪くはないさ。そう、でもそれによってさ、そう、その流れが、私にはさ、なんとなくね、すごく違和感を感じるわけよ。うん。まあ、違和感っていうか、過剰すぎる。過剰すぎる。ほんと。それは、多分ね、仕組み的な問題もあるけど、私たちね、それを利用してる利用者にも問題があると思うんだよね。そう。もうさ、薬なんてさ、ぶっちゃけ、そう、対症療法しかないわけよ。対症療法じゃん。そう、痛ければ、飲めば痛みが治まる。例えばさ、頭が痛いって言って、頭痛薬飲みました。そう、まあ、10分、20分も経てば、今の頭痛薬だったらね、まあ、偏頭痛持って、昔からね、強い薬をちょっとずつ飲んでるっていう人はちょっと違うかもしんないけど、私みたいにさ、普段全然薬飲まない人は、風邪ひいたって言っても、市販の薬で、ケロッと治るのよ。そう。よくね、人に言って笑われるんだけど、私は、風邪ひいても、頭痛くても、もうとりあえずケロリー飲んどけば、治る。そう。ケロリン自体ね、富山のお薬問屋が作ったお薬だったかな。まあ、ケロリン、そう、私ね、ちっちゃい頃さっきから家にさ、ケロリンだけはいっぱいあったんだよね。だから、うちのお父さんもケロリン大好きみたいな感じだけど、そう、まあ、私もね、まあ、どんなに具合悪くても、まあ、ケロリン飲んどけば、
そう。ケロリンあれ、痛み止めだからさ、風邪薬じゃなくて痛み止めだから、そう、ケロリン飲んどけば、まあ、歯が痛いのも、頭が痛いのも、そう、筋肉痛も治るんじゃないかぐらい、なんか、勝手にそんなイメージがあって、まあ、筋肉痛で、さすがにケロリンさ、ケロリンもね、決して安い薬じゃないからさ、飲まないけど、そう、飲まないけど、まあ、頭が痛いとか、まあ、歯が痛いってことはもうほとんどないんだけどさ、うん。なんだろう、頭が痛い、風邪ひいて頭が痛いとか、風邪気味だっていう時は、まあ、ケロリンを飲むね。風邪気味でケロリンは飲まないか。そう。まあ、今日はね、バファリンを飲んできたかな。だってお金ない時にさ、ケロリン買うの大変だったんだもん。そう。でも、それなりに余裕があって、ケロリンとバファリンどっちにするって言ったら、ケロリン買う。そう。うん。まあもちろんね、私はさ、もちろんていうか私はさ、結構そう、こだわり屋さんちゃこだわり屋さんだから、薬局で何にしようかなっていう風に探す前に、ネットで調べて、入ってる、ね、薬の中に入ってるさ、物質、化学物質のさ、その含有量とか調べて、と、どうやらこっちの方が効きそうだなっていうのを、まあ、選んで買うようなところがあるのよ。そう。うん、まあ、その時しか覚えてないから、どれがどうかっていうの覚えてないけど、うん。まあ、ケロリンにはね、良さそうなものがいっぱいあるんだけど、なんだろうな、まあ、なんとか効果で忘れちゃったけどさ、そう、ビタミンのね、固め梅みたいな薬飲んでも、そう、効く人は効くわけよ、そう思い込みでね。そう。だからまあ私にとっては、ケロリン飲んでけば、なんとかなるというのが、まあ絶対的な思い込み。だから、まあ、常備薬としてケロリン使ってる。まあ風邪ひいたら、私の場合はルール飲んどけば、治るって思ってるのもあるよね。そう。まあルール置いてないけど。というか、ほとんど風邪ひかないし。まあこれくらいのね、喉が痛くて、鼻水が出て、そう、ちょっとだるいなぐらいだったら、と、まあ、1日2日経てば、まあ、元気になるし、こんなので薬飲んでたら、薬代がいくらあってもたりな。まあね、まあ、適当に、あまあ、今、ウェイトベストを着て歩いてるけどさ、まあ、適当に、行き帰りで、運動してるし、と、まあ、あったけ、あっていな。まあ、運動しながら生活してる分には、まあ、そう、そんなに薬を頼みされる必要もない。まあさ、本当のところよくわからないけどさ、あれ、よいしょ。そう。実際さ、昔はちょっと代行の運転手の仕事をしていたことがあるんだけど、まあ今はね、車全然運転しないけどさ、車の運転大好きだった。車の運転をしたいばっかしで、代行の運転手をした頃があるんだけど、はぁ、重たいな。そう、まあその頃ね、やっぱり、そう、お薬に関係する業種の、役員の人とか、会社員の方って、やっぱね、電気関係の人、電気関係の、まあ、東京電力だよね。まあ、長岡さ、東北電力管内だけど、長岡から20キロ離れてる、20キロぐらいのところにさ、世界最大の原発基地の柏崎刈羽原発があるからね、そう、そこは東京電力管内だし、柏崎刈羽原発の電気がね、東京の、山手線とかね、電車動かしてるから、まあ、東京の重要なライフラインの一つよね。まあ、それで、そんな関係で、
まあ、東京電力管内の方もね、長岡の中で大根の運転手とかしてると、まあまあ、結構乗せることも多いわけよ。まあ、柏だけ多いと思うけどね。そう。やっぱ、電力関係の人、で、お薬関係の人の、その、羽振りの良さというか、は、まあ、大根だからさ、ご自宅まで、送っていくわけだ。まあ、家という家が、何これ、何これってぐらい、まあ、豪勢よ。そういうのを見るとさ、やっぱ電気業界、薬業界って、まあ、よく利権とか言うけどさ、本当に儲かってんだなと、儲かんだなと、思わざるを得ない。そう思うと、なんか、そう、まあ、すごくさ、急に電気代が膨らんだけどさ、うん、多分、突然電気代がすごい金額になって、慌てたっていう方も、聞いてる方の方にはいっぱいいると思うんだけど、本当にね、そう、まあ、保険制度に、かまけてさ、まあ、薬いっぱいもらってもさ、そんなに薬代にものすごくお金払ってるわけじゃないけど、まあ、大変な金額だよね、おそらく。効くかどうかわかんないようなさ。それだったらさ、しっかり、そう、予防医学、そう、食と運動を含めて、予防医学をしっかりさ、学んで、それに応じた食生活をする方がいいだろうし、なんだ、食品メーカーとかさ、食品メーカーとかさ、本当に、いい加減な食材、食品を、すっげえなんかもう本当、誇張しすぎるような CM で、そう、宣伝文句で大量に売ってるわけじゃん。本当に。なんだろう。まあ、こう、まあ、全部、私の情報が全部正しいとは言い切れないけどさ、もう、海外では持ち込み禁止レベルのさ、薬品を使って作ってるようなさ、ものだっていっぱいあるわけよ。日本はいいも悪いもさ、もうグレードンが多すぎてさ、そう、うん。なんだろう、企業に対する縛りがさ、そういう健康に対する縛りが薄くて、で、どんどん、人を、人間をね、人間の体を健康じゃなくて不健康にするような食材をどんどんね、売って、で、どんどん健康じゃなくして、どうして、どんどん、病院に引っ張っていき、で、どんどん薬を買わせるみたいな。まあ、整理するよ。そう。そう。どんどん、日本はさ、私の思ってるイメージだよ。どんどん、人間の体を、健康じゃない状態にするような食品、食材を、国を挙げて支持して、作らせ、それを、企業が、そう、適当な CM、適当な広告で、どんどん、売り込んで、で、それに対する、何の知識もない、そう、人たちが、人たちだったりとか、まあ、お金がない人たちで、本当にお金持ってる人たちはさ、やっぱり、健康に害しないものっていうのは、生産コストが高いわけよ。うん。生産コストが安いものほど、健康に害するものがいっぱい入ってるからね。そう、大量生産するために。うん。だから、まあ、健康に害するものを、まあ、安いっていう理由で、大量に取ってる人たちが、まあ、どんどん病気になって、で、あと、厚生省のね、保険制度の中に引っかかり、そう、検査の中に引っかかり、病院に行って、また、お金をいっぱい使うと。そして、政府にまたお金が戻ってくると。そういう風な、サイクルになってるようにしか見えないの、私にとっては。そう。本当、なんだろう。素直と言えば素直だけど、何にも対しても疑いを持たずに、現状に打開を模索しないで、あるがままに受け止めるっていう気質の人が、まあ、日本人は大きがするの。
それはある意味美徳だよ。とても悪いこととは言えない。でもさ、そう、それによって、なんだろうな、一部の人が儲かってる。そう、一部の人が儲かってるんだって、そう、日本全体として、なんだろう、今だけ儲かってれば、今良ければっていうような、そう、本当に今しか、念頭に置いてないような、ことが、次から次へ、行われてるっていうのがね、私の印象でさ、そう、これからさ、例えば、まあ、私はね、暗黒の20年とかさ、失われた20年とかいう時代を、ね、育ってきた、ってか、過ごしてきた世代よ。そう、ここを卒業するときにはもうバブルは崩壊してたし、そう、あと、なんだ、派遣制度とかね、派遣の仕組みを積極的に、まあ楽だからね、働く側としても楽だったから、まあ、仕事がない中で仕事を見つけやすかったから、まあ、派遣っていう仕組みを明確にね、形を作ってきたのも、私たち世代よ。だって、無駄に人口が多いからさ、多い世代だから。そう、目や育てやの感じでさ、まあ、どん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 子供をさ、作ってね、ミルクをどんどん飲ましてさ、肥満体質の子供を作り上げたのもさ、政府の指導によるものじゃ。そう。まあ、結果的にさ、74年とか、第二次ベビーブームの世代が、そう、人的支援を全く機能することができなく、機能不全によって、まあ、現在に至ってるっていうのが、まあ、私の感じるところなのね。そう、まあ、その中の一人として私がいるわけだけど、そういうさ、なんか、そういった決めれば、今までとさ、過去の、いろんな国のさ、まあ、数字とかデータだけ見ればさ、これから人口がどうなるとかさ、考え方がどうなるってさ、まあ、ある程度想像つくもんじゃ。私でも想像つくよ。そのために、今から10年、20年、30年後のために何をするかっていうのを、そう、国民より先に定めて、そのために、形を変更させて作っていくっていうのが、まあ政治家の仕事だと思うわけよ。でも、なんだろう、多くの政治家はさ、目の前の問題が、しか、が優先だし、そう、私たち有権者もさ、結局、目の前の問題に関して積極的に行動する人だけにやっぱり投票するわけよ。そう、まあ、投票する人が少ないっていうのもそうかもしれないけど、まあまあね、私も思うんだけど、まあ、30代40代になるとやっぱり選挙に行く人が増えていく気がするよね。うん、もう私はさ、20代の頃から選挙行ってたけど、もちろん行ってたけど、そう、周りはね、そうでもなかったな。でも、20代、30代になると、まあ、選挙に行く人も増えてきた。30代、40代になるとね。うん。まあね、30代、40代、もっと上になるとさ、結局、未来のことなんかどうでもいいっていう人が、そう、言葉ではいいよ。未来の子供たちのためにみたいな感じだけど、そう、結局、投票してる、受かった人とか、まあ、受かった人とかのさ、受かるためのね、選挙演説とか聞いてると、結局さ、今ある現状を変えることだけに、フォーカスしてる人が受かるわけで、そう、20年、30年後の未来に向かって何をすべきだっていう主張をする人は、受かってない気がするの。うん。そこら辺がね、私は、なんだろう。日本はさ、他の国に比べれば、もしかしたらもう、はるかにマシなのかもしれないけど、
もっともっとこれから先を考えると、そう、10年、20年、30年、40年、50年、60年、100年後を見据えて、日本がどう生きていくか、どうしたらいいかっていうことを明確に提示して、それに対する改革をできるというか、進んでいかなければならんのと思う。いけないはずなんだよね。そう。やっと橋渡り切った。そう。で、まあ、そこに、しっかりフォーカスしてる人が、当選しなきゃいけないだろうし、そこに、パッションを持ってる人たちが、やっぱね、社会の中枢に多くいなきゃいけないと思うのよ。で、そういう人たちを育てる教育じゃなければ、ならんと思うわけよ。そう。うん。でもさ、まあ、そういう人たち、という人たちってのは教える方もそうだけど、そう、やっぱね、ちょっと論点がずれてるっちゃずれてる。そう、だって現実とちょっと違うんだもん。現実と違うところの論点で話す人が多いから、まあそうするとね、やっぱりさ、ずれていくわけ。ずれていくと、ずれていく人たちはやっぱり変わり者って言われるわけね。変わり者って言われた結果、誰かの指示も集めることできるように、そう、結局引く一人よがりになると。そう。まさにさ、闇キャットじゃないな。まあ、コイゼムの方でちょっと触れたんだけどさ、日本人ってさ、なんだろう。いいんだよ。すごくいい文化だかもしれないけども、そう、見た目とか、相手とのバランスとか、まあ、協調性だ。協調性を意識するあまり、自分の主張を言えない。言えない。それはさ、時と場合とバランスにもよるんだけど、バランスが、そのバランスが、なんだろう。今の社会の変革と合ってない。うん。そう、合ってないっていうのは、協調性のバランスが、ほんと、まだ、昭和の時代と変わらない。昭和の時代と変わらない。そう。そこを、もっと、今の時代を見据えて、もっと先の時代を見据えたアップデートが必要なんじゃないかなって、私は思ってるので。うん。まあ、そんなことをね、言い始めると、まあ、今でも異端児扱いなんだけど、まあ、今でも異端児扱いなんだけど、そう、ね、そう、多分さ、そういうのがうまくいってる、協調性を大事にする国はさ、日本だけじゃないわけよ。世界中いろいろあってさ、うん、日本が目立つってだけで、極端だからね。そう。だからもうちょっとね、協調性と個人の主張のバランスが、取れてる。個人の意見をはっきり言っても、それに同調できる人が手を挙げられるような、社会の空気っていうのは必要なんじゃないかなと思うの。ね、そういう意味でもさ、なんだろう、YouTube とか、Podcast とか、まあ、SNS を通して、自分の意見とかを、まあ、協調というか、同調する人がいるかどうかは別として、忖度なしに話せるっていうのは、まあ、素晴らしいことじゃないかなと思ってて、そう、まあね、まあ私もね、テーマになんか今日喋ろうかなっていうふうに悩んでる時も多いんだけどさ、それでもまあ自分の意見をパッと言える空間を自分で持ってるってことは、まあ嬉しいことなんだなっていうのを今日はね、太陽を見ながらすごく感じてる。はぁ、はぁ、疲れた。はぁ、やっぱ、そう、ウエイトベストを着ながら歩いてると、なかなかだね。そう。いやさ、ちょっと前まで太陽がさ、ほんとまだ
山から出てるっていうような感じだったけど、まあ15日ぐらい前かな。もう今ここに来た時はもう太陽がもうまん丸には見えない。もう光って見える。そう、毎日さ写真を撮りながら太陽を見ながら歩いてると本当にあの日が昇っていくスピードっていうのをまじまじと感じるよね。うん。いや、やっと着いたわ。今日も帰り、そう、ちょっと食材を積んでいこうかな。そう。うん、どうなんだろうな、食べ物のせいだと思うんだけど、ここ数日すごいね、うんちの色がねすごいいいのよ。そう、うん、すごいいいし、でもいい。そう、なんだろう、ね、直前あの極端に変わったわけじゃないと思うんだけど、そう、まあ、油分を取る量が多かった。いや、油分そうかな。そう、まあ、ちょっと前にね、私は、油分、まあ、脂質の取る量がちょっと足りないんじゃないかなって思ってたは思ってたんだけど、それにしても、そうかな。そう、これで OK だったら、相当の油分を取らなきゃいかんってことで、こんなに油分取ってたら、そう、もう本当に体重爆上がりって感じ。そう。油分なのかな。そう。でもまあね、アンチエイジングにって言われるさ、ヨモギとかさ、なんて言うんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、まあ、黄色い花が咲く草とか、まあ、ここ1ヶ月ぐらいもうすごい塩いっぱい食べてたけど、そう。うん。急にね、ちょっとうんちの色が良くなったから、となるとやっぱり油分かな。そう、でも油分を今、それくらいの量にして生活するのは本当に、なんだろう、恐ろしい。そう、体重にどう跳ね返ってくるんだろうと思うだけで恐ろしくて、まあ、ちょっと勇気がないんだけどさ。さあ、もう、そういう意味だね、ちょっと、発酵酵素ジュースを、やっぱ、しっかり作って飲んでいかなきゃいけないかなと思うんだけど、まだね、ちょっとここ3週間ぐらいさ、まあ、あんまりね、レベルっていうか、まあ、心のバランスがあんまり良くないから、まあ、あんま無理しないで。そう。そもそも心が壊れて、本当、うつうつしてるとね、何もできないので。まあ、そんなわけで今日は、私、お薬嫌いという話と、話から始まって、そう、協調性、日本の協調性は美徳であると同時に、ちょっと今のところバランスが悪いんじゃないかと。そう、協調性を重要視しすぎてるんじゃないかっていう話をしてきました。まあ、そんなわけでですね、また明日がね、今週最終日になりますが、また、何かしら、皆さんなるほどねと思うようなお話ができればいいなと思ってます。そんなわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。まあ、コネでした。バイバイ。